嬉野市役所市民課よりお知らせします。マイナンバー制度が施行され、嬉野市内におきまして、まもなく番号を変えた通知カードが市民全員世帯ごとに簡易書き留めで郵送されます。このカードは今後市民の皆様が生涯にわたって年金関係や福祉関係の書類、税の申告などに必要となってきますので、大切に保管してください。それでは郵送される書類などについて説明します。こちらが世帯ごとに簡易書き留めで郵送される封筒です。封筒の中には宛名台紙、通知カード、説明用パンフレット、返信用封筒の4種類が入っています。この通知カードは世帯人数分が同封されています。こちらは通知カードと個人番号カードの申請書が一つになっていますので、ハサミなどで切り離して大切に保管してください。この部分があなた個人のマイナンバーと呼ばれる番号です。このカードは紙製でできていますが、偽造防止のためいろいろな対策が施してあります。下半分が個人番号カードの申請用紙となっています。個人番号カードはプラスチック製で写真入りとなり、当面は身分証明書や税の電子申告などに利用できます。任意で申請された方のみ発行されます。個人番号カードを希望される方は必要事項を書いて写真を貼り、同封されている返信用封筒に入れ郵送してください。切手は必要ありません。平成28年1月以降に市役所からハガキが届き、窓口で個人番号カードをお渡しします。マイナンバー制度や申請の仕方など詳しくは同封されているパンフレットをご覧ください。マイナンバー制度が始まり、これからいろいろな利便性を求めて制度の拡充がありますが、マイナンバーの利用範囲は限定されており、それ以外での利用は法律で禁止されていますので、むやみに他人に知らせないようにしてください。決して市役所から電話でマイナンバーのお問い合わせをすることはありません。全国ではいろいろな詐欺事件が発生していますので、十分注意して取り扱ってください。マイナンバーについて詳しいことは嬉野市役所市民課塩田庁舎0954-66-9118、嬉野庁舎0954-42-3304までお問い合わせください。以上、市民課よりマイナンバーについてのお知らせでした。健康づくり課より終疾患検診についてお知らせします。皆さん、歯科での定期検診は受けていますか？嬉野市では一定の年齢を迎えられた方に対して歯周疾患検診を無料で行っています。対象は平成27年4月1日現在の年齢で40歳、50歳、60歳、70歳の方です。対象の方には4月末にこのハガキをお送りしています。受診される際は必ず事前に歯科医院へ予約を行ってください。指定医療機関についてはハガキでご確認ください。なお、6月より福田病院歯科での受診も可能となっています。利用の期限は11月30日までとなっています。まだ無料ハガキを利用されていない方はぜひこの機会に歯周疾患検診を受けてください。正しい歯磨きを行い、最低でも半年に一度は歯の定期検診を受け、大切な歯を守りましょう。以上、健康づくり課よりお知らせしました。
こんにちは、塩田図書館です。おすすめの本をご紹介いたします。まず1冊目はうなりやべべん NHK E テレ日本語で遊ぼう制作版編、金の星社出版、べべんの紙芝居。 NHK E テレ日本語で遊ぼうのうなりやべべんの紙芝居が絵本になりました。一寸法師、笠地蔵、北風と太陽などおなじみの昔話やイソップ物語全7話を一流の画家たちによるさまざまな絵画、味わい深い日本各地の方言とともに収録してあります。うなりやべべんによる楽しい語りの文章で一気に読める紙芝居風の絵本です。2冊目はガース・キャラハン作、小林玲子役、辰巳出版、ナプキンノートです。12歳の娘を持つ父親ガースは毎朝娘のお弁当を作るイクメンパパ。そんな彼が癌に侵され、あと数年の余命宣告を受けます。その時彼が決意したこととは、娘が高校を卒業するまで毎日父親からのメッセージが受け取れるようにすること。お弁当に添えられた1枚のナプキン、そこには娘への限りない愛情が綴られています。その一言一言が感動を呼ぶ父と娘の物語です。3冊目はクロード・ジャンテ著、柴田理香役、グラフィック社出版、ダンボールで作るかわいい動物雑貨です。ダンボールはリサイクルすることのできる環境にも優しい素材です。軽くて耐久性があり簡単に手に入ります。大げさな道具がなくても工夫一つで曲げたり巻いたり包むこともできます。この本では動物をモチーフにしたかわいい置物や実用的な棚や小物入れなどの作り方を紹介しています。ダンボールならではの素朴で温かい質感を生かした雑貨作りに挑戦してみませんか？塩田図書館からのお知らせです。塩田図書館では11月17日火曜日から11月21日土曜日まで蔵書点検を行います。期間中は休館となりますのでお気をつけください。なお嬉野図書館は通常通りご利用いただけます。以上、塩田図書館からのお知らせでした。11月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。11月の小児時間外診療はご覧の通りです。11月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。11月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？次回もお楽しみに。